はい、エルカチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、こちら、はい、ルームミラー型のドライブレコーダーを買ってみました。まあ中華製なんですけど、お値段がなんと1万円切ってます。ミラー型は初めてなので、最悪ダメだったとしても諦めがつくかなと思いまして、こちらにしました。まあそれでもですね、評判はそんな悪くはないのでいいんじゃないかなと思いまして、取り付け自体はですね後日しようと思ってます。なので今日はまず開けてみてどんなものか見てみたいと思います。エルカチャンネル YouTube でこちらを検索したらですね、まあ大体1年ぐらい前からこちらの商品上がってはいましたね。こちら AZ ドームのデジタルインナーミラードライブレコーダー PG02、 では開けていきたいと思います。よいしょ。あー、なるほどですね。はい、こんな感じになってます。ちょっと照明の光が当たってるんでこんな感じになってますね。大きさがですね10インチあるそうです。全部が画面になります。そしてタッチパネルにもなっているので、触ってここにもまだこちら書いてありますけど、指スライトするとって書いてありますね。さすが中華製ですね。面白い。はい、ということで、ね、タッチパネルになっているので、まあこれでフロントとリアの画面を切り替えることができるそうです。エルカチャンネル。そしたら他の付属品なんですけど、バックカメラですね。これがバックカメラになっているそうです。 USB の電源コネクタですね。こんな感じ。こっちが本体につけての、こっちが車の方に回す方かな。 GPS 市側のところにつけるやつ、こっちが USB 接続できるようになってます。あとはミラーを取り付けるときに使う後ろのゴムバンド、そしてなんかわからないけど謎なもの。そしたらですね、電源を入れてみたいと思います。先ほど見せたこちらの USB のアダプター、これでつなげて見てみたいと思います。エルカチャンネル。あ、そうだった、カメラをこっちの見せてなかったですね。正面ばっかり見せてましたね。さあ、カメラ本体がこちら。厚みもそんな思ったほど厚くはないかなと思います。そしてカメラこちらですね、こうやって出ています。そして多少の角度調整はこれでできますね。ひょいひょい。じゃあ電源入れてみたいと思います。ここに手が映ってるの分かりますか？ほら、エルカチャンネル。ここに日付と時間と曜日があるんですけど、ここの上には AZ ドームの名前がずっと出てます。まあこのくらいは気にしなくていいでしょう。こんな感じで俺が映ってます。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかって来い。こっか、見えなかった。